子供たちの今なので、一人ずつが持ってる捨てもまとめてみるときなんか絶対難しいんだけれども、そこでいかに今伸びるための保育をできているかっていうのを、まあ、やっぱりできたらいいなです。助けてあげるっていうのはちょっと変だし、あでもあるか、次に行きたいのにどうしていいかなっていうのもあるでしょうし、から昔はね、教えてあげるみたいな、教え込むみたいな中だった中で、あとは小学校から上のところから全部幼稚園の、あの領域ができたりした中で、どうしてもそういうの強かったと思うんですけど、総合的に動いてるので、一つのこれをやりますの保育の中でいかに先生が柔軟で子どもと共にそこを生きているかっていうの難しいんですけど、ね、だから伝えられるものでもないし、自分で学ぶし先生たちがで研修でまた気づいたり、子どもから気づかされたりとか、先生同士で話してて気づいたりとかっていう、そういうのですかね。自己肯定感がとかすごい言われて、幼児教育もある意味認められるようになってきているっていう中で、創設者とシュタイナーだモンテッソリだってやってる中で、ここに来た以上はみんなに一律のものを提供してあげねばみたいなのがあるから、そうするとだんだん一斉とか、そのここまでの水準は同じことができるようにするみたいなのが強くなってる、なんとなく見てきた気がするんですよね。全員がここは全部体験をしてやってくれてるっていうのを強く多分やってたのを見てきて、行き過ぎちゃってる気がしたりもしたんですね。絵一つ描くのも、ここで子どもの人間の体のあれを知らせたいからって言って、お人形描くんじゃなくて、目はちっちゃい、こんな大きくない、首があるでしょ、で肩はこんなに広いのよって、子どもそんな肖像が描けないじゃないですか。でもそうした、それを教えてあげたくて工夫して額持って、ほらねって額縁持ってやらせてみたりとか、先生が見てごらんことねって、そうすると子供が描いてる絵を見ながら、ああちょっとこれはもうちょっとこうかなとか直しちゃったりして、子供が納得しないのにほらもう少しって言うと、子供が失敗したっていう気持ちをその活動によって伝えちゃってるみたいな部分があって、そういうのがいろんなところに端々にきっと感じちゃったかな。でそういうやりたかったことは分かるんですけど、失敗しちゃったとかって思ってほしくないじゃないですか。これ失敗しちゃったとか、それは絶対嫌だなっていう。計算が答えが間違ったは確実にあるんだけども、そういうもんじゃないっていうところを子どもと一緒に見ていきたい、先生と一緒にっていう感じですかね。